はい、こんにちは、今小屋畑の目の前の小屋の上にいます。今日はこちらの小屋の目の前にファイヤーピットを作っていきたいと思います。その様子をちょっと配信していきますので、まあ、どういう感じで作れるのかちょっとまだ僕想像ついてないんですけども、ちょっと一緒にやりながら教えてもらおうと思います。こいつさんよろしくお願いします。こいつ先生よろしくお願いします。ではこちらにファイヤーピットを作っていきます。今スコップで穴を開けて石をはめ込んでいる途中です。掘ってね、掘って、はい、うん、大体何センチぐらいですか。まあ、これだと30センチ、40センチ、50センチ、はい、50センチ、40センチ掘って、こちらのもらってきた石をこのようにはめ込んでいきます。こちらのファイヤーピットはですね、ここで焚き火をやる場合にですね、他の、まあ、草とかが生えているので、まあ、それでちょっと燃え移ったりして火事になったりしたら本当に大変なことになってしまうので、まあ、こういった形で燃えない石を、置いて燃え移りを防ぐ効果があります。こちらのファイヤーピット完成しました。今火燃やしてます。とても最高なものができました。いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。